今日は大晦日。この家には貧しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。明日はお正月だというのに、家にはお餅をつくためのお米すらありませんでした。このままではお正月が迎えられませんね。これを売ってお金に換えましょう。仕方ねえべか。おじいさんは古着を町へ売りに行くことになりました。じゃあ行ってくるよ。おじいさん気をつけてね。行ってらっしゃい。おじいさんは町へ向け出発しました。村外れまでたどり着いたおじいさん。そこにはこの村を見守っている7人のお地蔵様がいました。この雪の中、かわいそうに。さぞかし寒かったでしょう。お供えするものが何もなくて申し訳ありません。おじいさんはそう言ってお辞儀をすると、雪の中をまた進んでいきました。そしてとうとう町にたどり着きました。さあさあ、着物はいかがですか。いかがですか。古いものですが丈夫で暖かいですよ。さあさあ、手に取って見てください。しかし大晦日の忙しい中、おじいさんの声に振り向いてくれる人はいません。とてもいいものなんですよ。いかがですか。そうしてあっという間に日が暮れましたが、古着は一着も売れませんでした。はあ、お米が買えんかったな。おばあさんがっかりするだろうな。なあ、あんた。そこに笠売りが声をかけてきました。いい古着じゃないか。売れなかったのかい。はあ、全然ダメだったよ。そうかい。ならどうだろう、わしの傘とあんたの古着交換しないかい。たくさん作りすぎて売れ残っちまったんだ。傘か。おじいさんは悩みました。お米ならまだしも、傘はおじいさんの欲しいものではありません。しかし傘屋さんの困った顔を見ているうちに、おじいさんの気持ちも変わってきました。わかった、わしの古着とあんたの傘交換しよう。そうかい、ありがとう、助かるよ。どっこいしょ。それでは良いお年をな。帰り道気をつけなされよ。そうしておじいさんは傘を背負って来た道を引き返していきました。しばらく吹雪の中を歩いているうちに、さっきのお地蔵様の前まで来ました。おお、こんなに雪まみれで、さぞかしお寒かったことでしょう。おかわいそうに。そうだ、はい、これでも雪をしのげますよ。おじいさんは一人一人のお地蔵様に傘をかぶせていきました。よし、これで最後。
傘が足りてよかった。おや？こりゃしまった。一つ足りないぞ。ああ、そうだ。すみませんが、私の傘で我慢してください。それでは。おじいさん、傘はどうしたんです？さぞ寒かったでしょう。いやー、参った参った。おじいさんはおばあさんにこれまでのことを話しました。いいじゃありませんか。え？お地蔵様が暖かく過ごしてくだされば十分じゃありませんか。おばあさん。そして夜も深まり、除夜の鐘が鳴り始めました。あとわずかで新しい年の始まりです。おじいさんとおばあさんが床についてしばらく経った時です。なんだろうね。そう、じいさまの家はどこだ。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 じいさまの家はここだ。一体何が起こったんだろう。おお！こりゃ一体もしかして。そうか、お地蔵様は傘のお礼に。そしておじいさんとおばあさんはもらったお米でお餅をつきました。おかげさまで素晴らしいお正月が迎えられました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それからも二人はお地蔵様を大切にしました。お地蔵様のおかげでおじいさんとおばあさんは病気一つせず仲良く幸せに暮らしましたとさ。